オース未来のチャンピオン、どうも人間です。ということで今回はミュウツーを連れてきました。と言ってもですね、ミュウツーは今人気のクロバドレックスっていうポケモンがいるじゃないですか。あれとの差別化が非常に難しくて、一番わかりやすい差別化は暴風を使ったダイジェットなんですけど、まあそんなことはみんな知っとるわと。命の弾を持たせて暴風を覚えさせてダイジェットしとけばまあまあ強いみたいなことはほとんどの人がまあ知っている、もしくはまあ知らなくてもまあ驚かないでしょう。そんな中、ミュウツーのちょっと驚くような方で、しかも強い方で、しかもバドレックスにはできないような方使ってくださいっていうコメントとかお便りがたくさん届いてまして、無茶を言うなと思いながらも作ってきましたよ。はい、ということで今回はミュウツー回です。ミュウツー先発まあなしではないかな。行くか。このミュウツーがあまり相手したくないのはオーロンゲあたりですかね、まあ、とりあえずメタモンとかは入れておいても損はないような感じもしますが、ザシアン入りのパーティーがそのメタモンを警戒してヌオーを入れないわけがない気もするんで、ヌオーはなんか来そうな感じしますけどね。まあ出しちゃうか。あとはちょっと時間ないですけど、レジアイス行くか。うん、レジアイスはほぼ霊獣ボルトのために出すようなもんですが、レジボルトにはめっぽう強そう。うん、これでいきましょう。対戦よろしくお願いします。オーロンゲあまり出てきてほしくないポケモンですが、やれることは幾分かありそうです。今回のミュウツーの技構成をお見せしましょう。はい、こんな感じ。まあ、ミュウツーのアイデンティティの一つとしてこのサイコブレイクっていう強い技があるんですけど、まあそれだけだとさすがにバドレックスとの差別化はちょっと微妙かなということで、今回は自己再生という技の強さに、ちょっとあやかろうと思いまして、鬼火自己再生型アッキーの実を持たせて、ザシアンとかと対面になっても勝てるよという、そういう、方になっています。ただオーロンゲに挑発があったらその時点でだいぶうっとなってしまうんですが、挑発さえなければなんとかなるでしょうか。まあでも電磁波があっても嫌なんだけどさ、まあ、少なくともアタッカー型の印象があった場面だったんで、今のところは光の壁から入ってくれた、これはこっちにとって美味しかったわけなんですけど、さすがにレジアイスに引くか一回鬼火入ったし。はい、まあ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 、ここは一回レジアイスに引かせてもらって、そっからちょっと様子見。まあさすがに電磁波あるよね。うんうんうん。このレジアイスだけ見せて、多分ですけど、ここザシアンに引いてくるんじゃないかなと思うので、まあ、ザシアン対面作りたい。ということで、ミュウツーに引きます。引いてない!マジ?何してるんだろう。電磁波がありつつ、オーロンゲが居座る。挑発があるのかな?光の壁。あ、なんか暇してらっしゃる。もしかして。まあ、ミュウツーは今回そんなに素早さを必要としてる方ではないので、最悪電磁波食らってもいいんですけど、自己再生連打とか、ザシアンとの対面で鬼火をしたいターンに麻痺ったりとか、そういうことを危惧するなら、麻痺はさせたくないという感じ。もう一回レジアイスに引くのが正解でしょうかね。まあ、ここはじゃあレジアイス出してみましょうか。はい。まあ、ちょっとこの辺はタクというか読み合いですけど、まあ、そこまで恨みがない行動だと思うので、ソウルクラッシュ、はい、今回のレジアイスは特性がクリアボディという特性を持っているので特効が下がりません。えらいね。どうなんだろう、さっき交換読み交換したからバレちゃうかな。一回普通にレビディ座ろっか。引っ込めた。あー、タイミングずれちゃった。ここあれだね、ミュウツーに交換読み交換したかったね。同じ行動もう一回すればよかったか。反省。この並びだということは、裏にヌオーがいるということでしょうか。まあ、その可能性もなきにしもあらず。こうなると、さすがにミュウツーに直バックはできないので、レジアイスをお役御免にせざるを得ないという話ではあります。一応、メタモンに引くっていうこともできるんですけど、巨獣残石化でメタモン倒されちゃうと、それはそれでしんどいので、まあ、ここはちょっと苦肉の策だけど、まあ、今回役割が薄くて消去法で選ばれたレジアイスでもあるし、ここはお役御免にしちゃうか。巨獣山もったいねもったいないけど、まあ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 、はい、ということでザシアンを前にやられてしまいましたけど、ここミュウツー出すと鬼火にオーロンゲを合わされるだけなんで、まあリフレクター貼られてない今メタモンの出し時って感じではありますよね。でもヌオーいそうだな、なんかいないとこういう出し方しなさそう。はい、不当の剣が発動しますが、ヌオーバック読みでもうミュウツー出しちゃうっていうのもあり、技構成こんな感じなんですね。いやもうあからさまにヌオーに打点がないように作られてるな。いやこれさすがに裏ヌオーでしょ。ミュウツーに引きます。あれ
お相手なんかだいぶ悩んでた。ヌオ出してないの、もしかして。そうなのかな。だとしたらさっきのとこ居座っとけばよかった案件ですけど、さすがに引っ込めてる。まあ引っ込めるとしたらヌオですね。ボルト、マジで、ヌオいないなら居住山で居座っとけばよかった。いえ、さっきのターン居住山してたら勝ちじゃん。ちょっと、納得いかない。一回瞑想積む隙あるかな。瞑想するか。大魔切られる。瞑想再生が間に合えば強いんだけど、ボルトの振り方にもよるし、いやちょっと厳しいかもな。ただ大魔で押し合おうとしても多分厳しかったと思うから、ここは瞑想から入んないと多分勝ち筋がなかったと思うんだけど。いや、さっきのとこ居住山押してれば勝ちだったの。その勝ち筋拾いたかったな。あ、ただ大アタック、なるほど、こっちの速さを抑えに来てる。その選択ならまだこっちに勝ち筋があるかもしれない。さすがにミュウツーに上取られてるとは思わなかったみたいですね。瞑想です。これで次の第3ダーもおそらく耐えてることでしょう。よし、光の壁もなくなったところで、まあ、とはいえここは再生かな。ボルトロスの大魔がなくなったところを見計らって出したい。 OK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 。 ていうか大アタックでなんで居座るんだろう。え、ていうか普通に今の第3打だったら危なくなかったえ、だよな。なんか結構いいダメージで大アタックで2発目入ってるけど、まあ再生押すか。え、第3打打たない、どういうこと。え、ずっと大アタックをしてる、なんでわかんないな、どういうことだ。まあとりあえずボルトはなんか起点になってくれそうな感じしますけど、このまま第3打がない。どういうボルトこれ。まあお相手もどういうミュウツーって思ってるだろうけどさそらそうよね。まあ、ここはじゃあ再生をします。込めた。しかもボルチェンじゃない、マジでどういう方なんだろう。でオーロンゲなんですけど、あの挑発がないっぽいんで、もうあの電磁波食らってもいいんで居座ります。どうせ素早さ下げられてるし、まあ、あの途中で麻痺爆が入るのはちょっともったいなくはあるんですけど、はい、まあ、ここはもう瞑想をして光の壁、はい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 、お相手も光の壁と電磁波まではしたいと思うんで、もう一旦瞑想かな。うん、あとはソウルクラッシュ連打とかだったら再生連打しますし、こっちも再生というか、まあ再生瞑想あたりを織り交ぜますし、引いてくるようだったらこっちは大魔切って切り返すとか、まあザシアンだったら鬼火入れるとか、そういうことしたいですね。ザシアンならまあ別にわざと倒されてもいいのか、メタモンで勝ちだしな。とりあえず瞑想はここをしていいでしょ。うん、まあどうせ電磁波だしね。はい、もう素早さ下げれるだけ下げられたので、こっからオーロンゲーにはもう上からソウルクラッシュ打たれちゃうんですけど、火力が下げるだけ下げられちゃうんですけど、まあ、こっちも耐久はそのソウルクラッシュ打ってくれたら、そのアッキーが発動したりとかしてもう十分な耐久得られるんで、オーロンゲが火傷で倒れるまでゆっくり待ちたいと思います。居座ってくる場合はね。ソウルクラッシュ居座ってきてますね。うん、であればもう火力なんて合ってないようなもんだし、一応これでね瞑想連打することで、まあ、そこまで特攻を下げることなく対オーロンゲー対面は終われそうだし、そしてアッキーを事前に発動させておくことで、ここで不意にザシアンがポンと出てきても、まあある程度リカバーが効くし、割といい展開は作れました。まあここも瞑想でいいか、まだ体力が残ってるんで、ここで不意にザシアンとか出てきても大丈夫。引いて、あ、ザシアン、ここザシアンなんですね。ほう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 。ちなみになんですけど、今瞑想で特攻は3段階かな、3段階上昇。あー、上がらなかったね、2段階か。まあ、だったらさすがに大魔切って、突破とか狙わない方がいいんで、まあ、鬼火ですかね。ていうか、ここ別に倒されちゃっても勝てそう。居住山。まあ、アッキー込みで、今回かなり HB に厚いんで、そこまで大したダメージではないはず。え？マジひどない？マジで？あー、アッキーとは。マジか。いや、ここ鬼火入んないとちょっとでかくて、お相手、霊獣ボルトロスお役御免にして、オーロンゲで電磁波やってからもう一回ザシアン出し直せるんですよね。それちょっとやばいかもな。やっぱあの急所が全てだったか。
くそ悔しい。対戦ありがとうございました。はい、対戦で見つかりました。よろしくお願いします。マドレックス、まあミュウツーの上位と巷では言われているポケモンですが、まあ、ミュウツーも負けてないよというところをなんとか見せたいですね。とりあえずミュウツーレジアイスの並びは良さそうかな。うん、割と通りはいいかなと思う。あとはカバドリをなんとかしたいんですけど、まあ、メタモンでいいかな。ドリューズ奪えても強いし、バド奪えても強いし、普通にこの並びでいい気がするけどな。レジアイスの役割がちょっとそうすると薄すぎるか。カバとバドの上2体に強め、まあ、あとオシロトムにも強いんだけど、ウーラオス、ドリュー、エースバーンにはやることないしな。今回特殊受けは1回無視して普通にナモコブシ、ランドロスあたり出しちゃうのもあり。いや、レジアイスかな。いや、バドはちょっと多めに見ときたいんだよね。お相手がバドを取られた時の、解決策はおそらくエースバーンの不意打ちとウラスの不意打ちということで、あの2体は不意打ちを持ってる可能性が高いから、スカーフとかその辺を警戒しなくていいかなという気持ちでいます。はい、対戦よろしくお願いします。バドレックス、ゲー、ここでフリー対面背負っちゃった。まあもう素直に引きます。まあこういう時のためにレジアイス連れてきたと思えば、悪い選択ではなかったでしょう。はい、まあこれね、どうしてもやっぱりここはバドレックスの方が有利に立てちゃうポケモンですね。はい、ここはミュウツー引っ込めでレジアイスです。多分アストラルビットだと思うんだけどな。うん、まあそうですよね。で、まあ多分居座っては来ないかな。どうだろう、悪巧みとかあったら居座るかもしれないけど、今のが60ちょいのダメージ。いや、レジアイス受かってないんですね。これ HD 特化してるんだけど、バドレックスやばいな、このポケモン。レジアイスが HD 特化しても、受けから大したことができないというのは、ちょっと悔しい。まあでも、さすがに居座りはないかな。ミュウツーに一回引きます。うん、まあそうですよね。電磁波嫌だもんね、普通に。はい、ということでエースバーンが出てきます。エースバーンは不意打ちを覚えていると仮定すると、サイクロ回す感じじゃないからトンボとかあんま警戒しなくていいでしょうか。むしろここで不意打ちとかをしてくれると助かる気もする。ダイジェットとかもありそうですよね。ダイジェット読みで鬼火をしてみちゃおうか。不意打ち、はい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 、鬼火バレちゃう。まあだとすると、どうだろう、一回薬器発動させたいから自己再生とか、まあ、それか、バドに引いてくる読みで瞑想しちゃうとか。火炎ボール。あー、なるほど、なるほど。もう鬼火でね、火傷しない。なら、OK という形。いや、それでも、ここ、悪鬼の実が発動するんで、大丈夫。耐久は、こっからでも間に合います。こっから自己再生連打で。まあ、お相手が大アークに切り替えてこない限りかな。ここ、大アークすると、こっちは多分次耐えないんですけど、そこまでやってくるかどうか、どうやろうね。でも、そこまでされるとちょっと厳しいかも、正直。カインボール。お、普通にカインボールで押してる。お、しかも外れてる。これはなんか、かなりラッキーが重なってくれましたね。助かる。もう一回瞑想する隙もらったな。瞑想もう一回しておけばバドいけるかもな、対面。もう一回瞑想しようか。エースバーンはもうカインボールで押し切ろうとしてる。はい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 。いや、いい耐久してるミュウツー。えらいえらいえらい。ここで瞑想2回目積んで、バド対面、ワンチャン出てきたんじゃないかな。どうかな。もう技3つ見せちゃってるんで、ここでダイジェットすると飛行打点しかないことがバレちゃうんで、ロトムとかドリューズとかいたら出てくる可能性ありますけども。でもロトムドリューズもどっちも起点にしようと思えばできそうなんで、そこまで怖がんなくていいか。やっぱ問題はバドだな。2回瞑想積んだ時点でこの体力で間に合ってるかどうか。もう1回自己再生本当はしたいんですけどね。いや、ここジェット行こうか。ここ普通にバドに引いてくる可能性もある。お、引いてる引いてる引いてる。もうバドじゃない？来た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 。これ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 。これがやりたかったのよ。やったー。いいいいいい。よし。ここでダイジェットすれば、バド吹っ飛ばせんのかな？さすがにそこまでの火力ない。え、でも、2回積んだからいけるか、さすがに。どうだろうね。今回は C1 無振りです。もう耐久にガン振りしてるんで、耐久でなんとかごまかせなかったら負けなんですけど。いや、でもここでジェット詰めるのでかいな。いいですね。
いい読みが通りました。 S 版居座りだったら再生一択だったんですけど、居座ってるじゃない、耐えてるかならスカーフバドだったら上からアストラルビット打ち込めちゃいますね。まあでもさすがに大ジェット押すしかない。スカーフじゃなければ大丈夫だけど、あ、スカーフ、はい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 。まあでも瞑想2回積んだおかげでまあまあな耐久ちゃんと確保できてますね。よし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 、素晴らしい。これでバド突破できたのめちゃでかいな、すっごいでかい。えらいぞミュウツーで、エースバーン出してる。ほう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 、エースバーンなんだここ。いや僕大ウォールをしてこっから再生かな。じゃあ2回大ジェットも積んだし、エースバーンも大ジェットしない限りもうこっちにスパイス追いつけはしないはず。大ウォールでお相手は不意打ちですね。うん、 OK。 じゃあここ不意打ちすかせたし再生押すか。今度は上から再生なんでね、エースバーンも大魔を切るしかないんですけど、まあ、巨大火球とかで押し返しに来るでしょうかね。あ、不意打ち、おー、ここで普通に倒しに来る方を読んだか。それはラッキーですね。まあ、確かに、その、不意打ち押してれば、こっち鬼火もできないし、この不意打ち透かした時はね、このタイプのままですからね、鬼火が通んないという意味で、割と安定する技ではあったと思うんですけど。ここもじゃあ暴風でいいか。不意打ち一回耐えるしな。ボさん、よしよしよし、対戦ありがとうございました。おー、これ結構、このミュウツーのいいとこ出たんじゃないかな。エースバーン起点にしながらバドを、吹っ飛ばすみたいな苦手相手をしっかり克服しつつ、いやエース起用ができるということで、これはかっこよかった。今の試合よかったね、よかった。この動画の1試合目がまあミュウツー正直鬼火入れてそこそこみたいな感じだったから、よかったよかった、いいとこが見せられて。はい、対戦手見つかりました、よろしくお願いします。いやーこれミュウツーの動画にしたいんだけど、イベルタルがいるってことは出せないな。そう、イベルタルが天敵なんですよね。もうイベルタルと当たったらミュウツー出さないって心に決めてるんで、まあ出しません。と言いたいところなんだけど、マンムーが重いね、このパーティー。ミュウツー出して、イベルタルレジアイスで、気合で受けるか。あと1は、ボルトが無理なんだけど、レジエレキかな、もしくはメタモン。でボルトランド行ってレジエレキ出すのはちょっと違うか。どっちにも無効だしな。こっちもランドとか、微妙。メタモンかな。まあなんか迷った時のみたいなとこありますね。相手のアタッカーが止まんなくなった時はメタモンでなんとかしましょうか。はい、まあ先発マンム刺さってますもんね、こっちに。まあそりゃそうだよなと思いながら、ただマンムは起点にしやすいんですけど、まあ、起点にしたとこでイベルタルには全く打点がないので、今回のミュウツーは、いやーまあ正直本当に何しに来たんだろうっていう感じではあるんだけど、まあ一応そのマンムーに好き勝手させないポケモンがこれしかいなかったので、もうしょうがないって感じかな。自信、あ、ステル押さないんだここで。はい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 。いやこれはあれですね、いい刺さりを見せてる。でしかもアッキーが発動、これはもう一生マンムーの前で詰めちゃいますね。まあ積んでも意味ないんですけど、さすがにここはイベルタルに引いてくる。絶対そのマンムーで居座れない場面なんで、もう分かってるからレジアイスに引くでいいんじゃないかな。そうします。さすがに公開未交換、まあアッキーちょっともったいないですけどね。まあアッキーなくてももう、マンムーぐらいなら余裕で受かってるということで、はい、引っ込めて、まあイベルタルでしょう。ポリゴン2、あ、マジで、だったら瞑想すれば完璧に動けたんだけどな。残念ながらポリ2。まあ、ただ基本的には特殊アタッカーなのでポリ2も。別にレジアイスでも不利ではないかな。レンジ波。まあ、眠って回復できるのでよし。それは別にいい。はい。これ、マンブーに鬼火があらかじめ入ってるので、マンブー相手にもある程度、その眠るとかで、居座っちゃえるのがでかい気はしますね。ここが上がった。お相手ここマンムーバックだと思うんで、霊火で負担かけに行きます。引かない。あ、そうなんだ。なるほど。別にレジアイスに負けることはないしなっていう感じなのかな。まあ別にポリーツはチャージビーム一応連打すればいつかは突破できるんで、じゃあチャージビーム連打するか。引く意思がないなら。トライアタック。はいはいはい。このまま削り合えばいつか突破できるでしょうって感じなのかな。体しびれて動けない。ここでチャージビーム積ませてもらえるなら、後のイベルタル戦でも活躍してくれる可能性があるんで、ここはじゃあチャージビームお言葉に甘えて
連打しときましょうか。はい、チャージビーム7割で合ってますかね。7割の確率で C が上がるということで、まあ半ば積み技のようなつもりで言います。まあ特殊アタッカー相手には眠る寝言と組み合わせて半永久的に C を上げることができるので積み技みたいな扱いだと僕は思っています。 C2 段階上がったのでポリ2もそろそろ再生とかやって大丈夫ですかという場面ですが、相手もまあマンムーに引けると思うので、まあチャージビームと冷凍ビーム交互に打ちながらちょっと応戦してみましょうか。でもポリ2になんかすごい信頼を置いてますね。お相手一生ポリ2で大丈夫やろっていう、そういう動き方してる。うん、まあ割といいダメージ出るようになってきましたけどね。じゃあチャージビームトライアタック、そうなんだ。ちょっとそろそろイベルタルのダイアーク、タマダイアークが怪しいラインになってきたので、まあ一回寝るならこの辺でもありかな。ポリ2を前に寝た方が安全ではあるので、ちょっと早めだけどポリ2が前にいるうちに寝ちゃうか。自己再生、うん、まあ眠るを見た時点でやべってなってお相手は引いてくるのかなという感じですね。まあ眠ってるうちに突破しちゃおうという感じ。寝れない。ここ引いてくる可能性もあるけどどうかな。まあ引いてくるにしても一回寝ときたいね。どっちにしろここで引っ込む。はいはいはい、マムかな。うんうんうん、そうですね。まあ、やけどしてるんで基本的にはレジアイスが倒れることはないと思うんですけどね。 C が3段階上昇してるんで、まあ霊美もそこそこ痛いですし、マムはさそもそも回復手段がないので、一応あのこっちが眠る連打してればどっかでやけどで落ちてくれるということも考えて、あロックブラスト持ってる、いい技持ってんな。はあ、はあはあははあ、なるほど。ちょっと運だけど、なんかね5回ヒットとかが2回連続で出たりしたらこっち浮かんなさそうですね。今のが50ぐらいのダメージ、まあ50だったら浮かりきってますけどね。レッドビーム、うん、当たり当たり、これラッキーですね。うん、マムを倒すサイクルが早まります。もう一回寝言。お相手レジアイスがかなりしんどくなってきてそうですね。こうなると、はいはいはい、ロックブラスト、あー止まんない。4回、結構痛かったですね。3回と4回か、お相手ここまで。次4回で落ちそうですね。次2回か3回にとどまってくれないと厳しい。あ、ただ技の抽選が非常にこちらに有利、いいですね、ラッキー。あー、ここはちょっとこっちも祈るような気持ちで眠るを押します。6ブラ3回までだな、耐えるの。1回目、2回目、止まらない、3回目、あー止まった、危ねえよかったよかった。ここで眠れたら裏が仮にイベルタルでも多少は安心感がありますね。うん、イベルタルの弾ダイアークでも、そうそう倒れないぐらいの耐久を得てますので。あーでもお相手のマンムーもギリやけど耐えてるか。もう一発ロックブラストがあるんでちょっと削れた状態なんだな。次イベルタルとかと仮に対面するとしたら2発で止まってほしい。あーラッキーラッキーラッキー、助かる。あ、ここ寝言をしちゃったけど別に寝言じゃなくてもよかったな別に寝言の PP 消費するまでもなかったですね。レートビーム、たださっきからその寝言の抽選がめちゃくちゃ偉すぎる。マンムー対面は運にも恵まれた感がありますね。イベルタルポリツーが後ろだったら相当その時点で有利ですが、イベルタル、お、いいですね。なんで今回レジアイス採用したかっていうと、そのミュウツーがイベルタルに弱すぎるっていう話なんですけど、じゃあイベルタルに強いポケモン誰なんだって考えた時に、そのやっぱダイアークってすごい理不尽な技だなと思って、イベルタルが使うと相手の特防を下げることができるので、仮にハピナスとかでもあのダイアーク使ってりゃ特防がどんどん下がっていって、あのゴリ押しで突破できちゃうという、あの非常にゴリ押しに長けたポケモンなんですけど、イベルタルは今回その僕がレジェイス採用したのは特性がクリアボディだからなんですよね。クリアボディっていうのは能力が下がらないという特性なので、ダイアークの、特防ダウンを受けずに毎回同じダメージでとどめられるというところに、僕は魅力を感じて使っているわけです。しかしダイジェット、お、そんな火力の低い技でいいんでしょうか。このままもう全抜きしようという気持ちが見えますが、いいのかな。
眠る。はいはいはい。まあちょっと命の玉じゃなかったんで、もしかしたら弱点保険かもしれなくて、ダイマ切ってるうちに弱点保険発動させるの危険かもしれませんね。眠る次するんですけど、寝言押さないのありかもしれない。うん、寝言押さずにちょっとしばらくいい子にしとくのもありですね。いやもう全然相手の火力出てないんで、耐久にある程度寄ってるイベルタルだと推測していいでしょう。ということは、うん、なんか怪しいよね。ちょっと、弱歩っぽいんで、ここは相手のダイマを寝言なしで過ごしましょうか。適当にレートビームとか押しときます。晴らされちゃったんで、ちょっとダイバーンきついですが、次からは少し威力の落ちる熱風になるので、多少なんとかなるかと言いたいとこだったんですけど、いや、晴れダイバーンきついな。ちょっと、いい火力してる。あ、もしくは、あれかな、弱歩発動させちゃって、メタモンで奪う。でもよかったかも。僕、裏メタモンだったな、そういや。でも相手のポリツーがそこ見越して HD ポリツーとかいう可能性もあるから、まあ、別に変な選択ではなかったかなと思いたい。ここで寝言を押すか。熱風。耐えるかな、こっから。あ、耐えない。はい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 。まあ、しゃあないですね。じゃあ、あとは、イベルタルをメタモンでコピーするんですけど、まあ、大魔剣がこっちにだけ残ってるっていうのがでかい。あれだね。普通に寝言して弱歩発動させちゃってよかったかもね。どうせ倒されるなら。僕もうちょっとその長い単位座れると思ったけど、思ったよりも晴れ熱風痛かったです。フルアタ。そうなんですね。わかんないな。まあ、こっちが先制なんですけど、大ジェットからでいいかな。うん、さすがにこのイベルタルと対面で上取れるのが先決ですね。ここで大ジェットをして、で次ポリツーが出てきた時のためにダイアークをそっと置いておくみたいな、そういう流れでいきましょうか。うん、今回メタモン採用してるのは、その今回ミュウツーが対物理はアッキーの実と鬼瓶に頼ってるんですけど、研磨とかでその火力を取り返して、逆にミュウツーを突破できてしまうゴリ押し系の物理アタッカーにはこうなすすべが割とないので、そういうところに強く出るためにナモコブシ、メタモンなどなど、その積みアタッカーとなりうる相手のポケモンを、とがめられるようになってます。なんか一発でやけど引いてますけど大丈夫かよ。まあ相手この体力ならダイアーク通ってるんじゃない。相手そのミュウツーのために残しときたい可能性もあるんで、ここはダイアークそっと添えます。引っ込めた。オッケーオッケーオッケー。まあ、だよね。まあ、そういきたい気持ちもわかりますが、ダイアーク押されるとポリツーは浮かんなくなるはず。別にポリツーはミュウツーで倒せるんで、ポリツーを残される分にはいいんですけど、問題はその、イベルタルが、ミュウツーと対面してしまうこと。そうなるとこちらは勝ち筋がなくなるので、なんとしてでも、イベルタルでイベルタルを倒したい。ということで、まあ、ここでポリツーに下がる方を危惧しておいたわけですね。まあ、ここはそのままダイアークでいいでしょう。はい、まあ、こうなってしまえば多分次のデスウィングで勝ちじゃないかな。相手のダイマが終わった後こっちジェット1回積み直してますし、まあそもそもスカーフですし、こちらが素早さで負けることはないので、お相手はもう不意打ちを押すしかないと思うんですが、まあ不意打ちもさすがに耐えてるでしょう、この体力なら。はい、じゃあとどめのデスウィングを打ちましょうか。今回はミュウツーが活躍したわけではないですが、まああれか、マンムーに鬼火を入れるという意味では活躍してくれましたね。オッケーオッケー。あ、倒しきれてないだと。マジか。これ、雲行き怪しい？マジ？どうなんだろう。いてて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 て、いってー。マジか。どう？これ次のデスウィング、なんか、怪しいよな。え、マジ？そんなことある？いや、もうここデスイング連打するしかないんですけど。え、頼む頼む。あー、持ってった。あっぶねえ。最後になんか、怪しいターンが生まれてしまった。あっぶな。なんとか倒しきりましたね。ちょ、1回目の乱数があまりにも低すぎたのかもしれませんね。
ふぅ。なんとか勝ち切れました。よかった。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ちょっと勝率、ちゃんと数えてなかったんですけど、多分負け越したかなっていう感じでしたね。ただこれ最後の1回の試合ここ暴風にして、それまでずっとサイコブレイクだったんですけど、暴風にした途端めっちゃ使いやすくなった気がするんで、ちょっと暴風でもうしばらく使ってみようかなという感じです。あとレジアイスの枠はちょっと微妙だったかな。イベルタル、対イベルタルにはめっぽ強かったんですけど、イベルタルがいない相手にはあまりやることがなかった感がすごい。もう最悪イベルタル出てきたらレジエレキでなんとかするみたいな風に割り切っちゃって。ここはレジエースじゃなくてもよかったかもという感じがしました。難しいんだけどね。耐久はすごいけど相手にかける負荷が小さすぎて本当にやることがなかったです、レジエースは。まあ、このミュウツーなんですけど、ああ、すげえ微妙。すげえ微妙っていうのがおすすめできなくもない。というか、ミュウツーの数ある方の中では、まあ割と差別化もできてるし実用性もある方だと思ってます。ただ手放しに普通に使って強いよっていう方でもなくて、相当そのパーティーとの兼ね合いとか、このミュウツーをしっかり保護するためのガチガチのパーティーを組んでくる必要は少なくともあるので、これ一体あなたのパーティーにポンと入れてくださいではないですね。ぜひこのミュウツーを軸にパーティー組んでみてくださいというぐらいの、おすすめ度合いでしょうか。弱いというのも嘘になるし、強いというのも嘘になりますね。そんな感じでしたね。性格補正と振り方間違えてるな。ちょっと理想の振り方後で計算し直しておきます。最初ただの HB だったんですけど、こう徐々に S に割く努力値を途中から増やしていって、いつの間にかだいぶ S に割いてたんで、多分ここまで振るなら性格補正 S の方がいいですね。まあ、そうした方が実数値で言うと 2,3 お得だと思います。まあ、誤差ですが、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。まああんまり今勝率が良くなくて順位めっちゃ低いんですけど、正直、まあ、ギリギリまだ勝率で言うと勝ち越してはいるかなというぐらいですね。まあこんな感じかまあ順位は最下層の方に入っちゃうと一勝しても順位がもうほぼ上がんなくなるんですよね。ということで、まあこんな感じで勝ち越している戦績でも、まあ、順位はめちゃくちゃ低くなっちゃうということで、このままその勝率トントンで言ったら僕は無限に順位が下がり続けるような形になっちゃうんで、勝率5割でも順位が維持できないというのがこの順位帯のきついところというか、レーティングシステムを採用しているゲームのきついところでしょうか。普段僕がポケモンやってる時って新しいパーティー考えて、そして育ててっていうことをずっとやってるので、実はランクマッチをやってる時間は僕は過去作ずっとやってきた中で一番短いかもしれないというぐらい、動画にするためのパーティー作りに毎日全力を尽くしているという日々なんで、試合数がかなり少ないというのもその順位に影響してるかもしれませんね。この辺は多少しょうがないかなと思っているところですが、まあでもさすがになんかもうちょい順位上げたいなと思ってるので、ちょっと動画お休みいただいてしばらくランクマッチ個人的に裏でごそごそ潜るのもありかもしれないです。一回ね、動画で使っちゃったパーティーをもう一回動画にすると、いや知ってるしってなっちゃうからね。まあなんで同じパーティーで潜り続けるには基本的に裏方仕事になるのかなという感じなんですけど、まあ生放送とかでやるのもありかな。時間帯によってはね、最近ちょっと忙しくて僕が生放送やれるのが本当に平日の昼間とかそういう時間になっちゃって、いや今やってもみんな見れんじゃんっていう時間ばっかりその空いちゃうので、まあ結局生放送やるよりパーティーの作成に回した方がいいなこの時間はっていう感じで、平日の昼間にパーティー作って、で夜に動画撮ってみたいな感じの生活をしてるんですけど、皆さんにもうちょいその対戦の生放送とかも一緒にやるって考えると、生活をちょっと組み直したりとかもした方がいいのかなと考えています。ちなみにミュウツー話しかけたらどんな感じなんだろう。あ、なるほど、静かにうなずく、かっこいい。いかにもミュウツーっぽいですね。この飛び方とかもね、ミュウツーの飛び方ザって感じですよね。名探偵ピカチュウの時のミュウツー、マジでこういう飛び方でさーって近づいてきてたもんな。名探偵ピカチュウの映画見たことない方はぜひ見てください。めっちゃ面白いですよ。あれ、普通にストーリーがいい。はい、ということで、まあ最後ちょっと余談が入りましたけど、今回ミュウツー、まあそこそこでした。なかなかね、その鳳凰は僕今期で一番クリーンヒットかなと思ってるんですけど、鳳凰みたいなクリーンヒットなかなか出せませんね。いろいろ試してますけど、禁止伝説の変な方いろいろ、まあこれからも研究していきたいと思います。次の動画ではもうちょっと順位上げて試合ができるように準備しておこうかなと思ってます。では、次回までまた頑張りますので、皆さんもどうぞお体にお気をつけて、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。